こんにちは、マイクロヘッドホンズボーカルのアメノです。皆さん元気でお過ごしでしょうか。今大変な時期だけれども、みんなに元気でいてほしいということと、僕たち元気でやってますよというメッセージを込めてこの動画を発信することになりました。これまで家を空けることが結構多かったので、今の生活はかなり僕にとってはかなり新鮮な感じになってます。なんかいつもよりまめに家の掃除をしたりだとか、あと溜まってた本少しずつ読んだりとか、でそんな中少しずつですけども制作も進んでたりします。レコーディングの期間が少し伸びたのもあって、さらにより良いアルバムを仕上げるために試行錯誤を送ってる毎日です。暇になった人もいれば余計に忙しくなった人もいると思うんですけれども、それぞれがベストな過ごし方をできるように、また会える日を待ってます。アメノでした。バイ。どうも、マイクロヘッドホンズの井上和也です。皆さんお元気ですか？今新型コロナウイルス感染拡大ということで、大変な思い、そして不安の中にいると思います。僕たちも皆さん同様、未来を考えると不安なことはたくさんありますけど、去年の僕たちが今を想像できなかったように、未来がどうなるかはなんて誰にも分かりません。だから今をできる範囲の中で楽しく生きることがすごく大切だなと思います。僕で言ったら、今までできなくてゲームやったりとか、ファイナルファンタジーとか、動物の森だったりとか、そうだな、自炊をやったりとか、あとは音楽の向き合ったりとか、あと自分自身の向き合ったり、自分が本当に欲することは何なのか考えて生活しています。まだ続くと思いますが、僕たちもできる範囲の中で皆さんに喜んでもらえるように日々考えています。なので一緒に頑張っていきましょう。お願いします。マイクロヘッドホンズでございました。頑張ろう。どうも、マイクロヘッドホンズギターのしゅんです。まあ、今ですね、新型コロナウイルスが蔓延しておりまして、まあ、世間もね、いろいろ大変なことになっておりますが、身近な僕の周りの人ももちろんですが、ファンの皆さんや、皆さんも大変な思いをしていると思います。こんな時期だからこそですね、皆さん、なるべく自粛、外出自粛などをしてね、皆さん、できることを力を合わせてやっていけたらなとは思っております。僕らも今不要不急なこと以外はですね、自粛をして、自宅での生活を送っております。まあ、今ライブができないっていうことがありますけど、そうですね、僕らにとってはすごく大事なことではあるんですけど、もちろんファンの皆さんにとっても、ライブに参加できないというのはね、いろいろストレスというかね、いろいろ大変だとは思うんですけど、早くねこの状況が打破できて、いつもの生活に戻れることを願っております。そんな中でも僕ら、やれることをやっていこうと、日々メンバーとスタッフと話し合っていろいろ模索してはいますので、まあいろいろな、まあ、配信関係とか主になってくるとは思いますけど、そういったところでね、まあ、今後皆さんに少しでも、僕らの姿とか届けられたらと思っております。まあ、今自宅でのやれることとか、まあ、限られてますけど、別に普段ですね、皆さんも自宅での過ごし方とか働き方だとかもテレワークだったりとか、テレワークじゃできないって人はですね、本当にね、外出して仕事に行かなくちゃいけないっていう方もたくさんいると思うんですよ。そういった方の方が本当大変だと思うんですよ。まあ、そういった方は本当に気をつけてね、過ごしていただけたらと思っております。
で、そんな中、まあ、趣味じゃないですけど、まあ、自宅とかでもね、あの時間を持て余すようでしたら、いろいろやれる、なんか、いろんな遊びとかもあると思いますし、こんな時だからこそ、ちょっと立ち止まるというか、時間を無駄に過ごすのではなく、有効に使えたりとかもできたらいいのかなと思ってます。それがね、あの自分のこう趣味に使うでもいいと思うんですよ。で、僕だったらこう、ラップブレス編んだりとか、あのこの間試しにマスク作ってみたりとかね、なんかいろいろそういうことやったりとかしますし、まあ皆さんもこう、例えばだけど、この時期にちょっと楽器やってみようかな、楽器覚えてみようかなとか、なんかいろんな過ごし方、まあゲームやるとかでもいいと思うんですよ。漫画読むとか、僕もゲームやったり漫画読んだりしますし、そういったことをね、やってみたりとかするのも、あの、楽しいんじゃないかなと思いますし、あと、この止まってる時期に、新たなることをなんか始めてみるっていう、それがお仕事でもそうだと思いますし、遊び趣味だったりとかでもそうだと思うので、それは僕らも思ってますので、この時間をなるべく無駄にね過ごさないように、まあもちろん休みつつでもありますけど、まあ過ごしていけたらなと思っておりますので、まあ、まあ何せよ一刻も早くね、皆さんと元気な姿で、お互い元気な姿でライブでお会いできたらなと思っております。というわけで、マイクロレッドズギターの旬でした。また元気な姿でお会いしましょう。バイバイ。はい、マイクロヘッドホンズベースのゼロです。ね、あの大変な世の中に今なってしまっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。きっとね、元気でいてくれると信じています。これからもね、みんなの無事を、願っていますので頑張りましょう、一緒に。その中ね、僕らは、まあ、ライブがね延期になったりとか、まあ、いろいろね、レコーディングも一旦中断したりとかね、いろいろあったんですが、頭からさすがにね中止だ延期だというわけにはいかないので、僕の方はね、前の予定通りに合わせて、まあ、グッズの方を作ったりとかしなくちゃいけない、まあギリギリになってね、やっぱりなんかこう延期になりましたっていう時にね、ちょっとしたグッズの変更とかね、まあデザインの変更だったりとか、そういうこともね対応していかないといけないので、まあ大変といえば大変なんですけど、まあデザインとかにしてもね、いろいろこの機会にね、時間がある機会にいろんなことを試してみたり、まあ適当にね曲作りを始めてみたりとか、あとまあ料理、まあレパートリーをちょっと増やそうかなと。まあ今までやってなかったわけではないですけど、なんかそう今までやってきたことをね一個一個より深くっていうことをね今いろいろ試している日々です。なのでね、皆さんもぜひ何かねやってみたいなと思ったこととかね、この機会に手を広げてみるのもいいのではないでしょうか。まあね、この先ね世の中がどんな感じにね、なっていくのかも、まあまだわからないので、ね、もしかしたらねこう自分の生きる術っていうのをね、まあ今までと違ったものをこうにね手をつけてみるのももしかしたらいいのかもしれないです。僕らはね引き続きこのままね、あのバンドがいつ再開しても大丈夫なように、努力していくので、またねみんなと会える日を、楽しみにしています。一緒に頑張りましょう。それではベースのゼロでした。どうも、アルファベットの、どうも、マイクロヘッドホンズドラムの司です。今新型コロナウイルスで、世界的に大変な状況でございますけども、そんな中皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱり家にずっと閉じこもっているとですね、精神的にも体力的にも非常に大変な部分があります。で、まあ過ごし方っていうのはいろいろあると思うんですけども、やっぱり乗り越えていくためにはなんとかごまかしてじゃないですけど、家の中で楽しんでいかないと、
けないかなというふうに思いまして、個人的にはですね、今最上川司の方でもがチャンネルっていう YouTube 開設させていただいたんですけども、それのパラパラアニメーション作りにちょっとハマっておりまして、今3作だけアップさせていただいております。その内容がちょっとタイムリーになっておりまして、そのコロナウイルスによるちょっと人間ドラマみたいなのがちょっと可愛いキャラクターではあるんですけども、そういう内容のアニメを作ったりしております。ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、あとは作詞作曲やってますね、はい、マイクロヘッドホンズもそうですけど、マイクロヘッドホンズはレコーディングがちょっと長引いておりまして、その自分の曲の方の作詞の修正だとか、アメノ君となんか英語の部分のやり取りだとかチェックしながら作業を進めたりしてますね。で、最上川司の方は、まあ、相変わらず新曲だとかいろんなのをやってます。なんかアニメーション使って何かできないかなっていうふうに考えたりしてるんですけど、まだ先のことなんで分かりませんけど、まあ、そういう作業を毎日コツコツとやっております。まあ、マイクロヘッドホンズのメンバーみんな今やることがありまして、それぞれみんな分担してやってるんじゃないですかね。はい。あとは体力の面で縄跳びとかですね、そういうのやったりして、ジョギングもたまにやってますけど、はい、で、皆さんはこういう時どうなさってんのかなと思うんですけど、僕からちょっとおすすめの過ごし方がございまして、やっぱりコロナウイルスにかからないためにはですね、免疫力を高めないといけないってことなんです。ですから、まあ、やれることはやっとこうということで、元気を出す。元気を出すにはどうすれば出るかって考えたときに、マイクロヘッドホンズの音源聞くんですね。うん。それを聞いて、もうバーッとこう細胞管内から活発に動いてもらって、そして、マイクロヘッドホンズの映像もね、ライブとかも、YouTube とかにもありますね。そういうのもありますし、あとは、マイホのニコ生チャンネルとかですね、そういうのも定期的にやっております。今シュンさんがですね、一人でできるもんっていう、番組で頑張ってらっしゃいますけども、そういうのも僕この間電話出演させていただきましたし、そういうのも楽しいと思います。そしてあとは風谷さんのインスタライブですか、僕はちょっとインスタやってないのでちょっとわからないんですけども、非常に見てくださる、特にファンの方にとってはありがたいお言葉が聞けてるんじゃないでしょうか。リーダーからね、神様的な発言が聞けてるんじゃないでしょうか。で、僕とか、あとは姉の君、ゼロ君とかなんかは、まあ、なかなかあまり動画で姿をお見せすることは、こういう機会でしかあまりないんですけども、でもこういう機会も大事にしたいなと思っております。みんなメンバー元気に過ごしてますんで、ご安心ください。そうですね、映画とかも皆さん、ね、お家せっかくいるから楽しまれてはいかがかなと思うんです。僕からのおすすめはやっぱり外せないジブリ作品ですね、はい、ラピュタ、ナウシカ、トトロと、いろんなのございますけども、それとまたドラえもんの映画の方も特にですね、非常におすすめでして、いろいろ学べることが大人でもあります。あれは本当に鉄人兵団とかね、海底祈願場とか特に人気が高かったのは魔界大冒険とかそうですけどもね、リメイクとかもいっぱいございます。そしてまたあと奇跡列大百科、ドラゴンボール、あとね、いろんなのありますけど、あとは今まで言うとゲームで言うとあつ森っていうんですか、僕やってないんですけど、あつまり動物の森、こちらも非常に今流行ってるみたいですね。あとはファイナルファンタジー7リメイクですか、こちらの方も僕最上川司の方でちょっと関わらせていただいておりますので、ぜひ皆さんゲームを進めていて、これひょっとしてっていう部分があるかもしれません。でぜひこんなのも楽しみながらチェックしていただきたいなと思います。まあこの中ですね、収束するまでいろいろ不安なことはたくさんあると思うんですけども、やっぱり、みんな心一つにして、自粛ですか、なかなか難しいですけども、乗り越えていって、みんなでまたライブ会場で、パーッとバカでありたいなーっていうふうに思ってます。とにかく収束しないと、その夢もね、なかなか叶えられませんので、みんな一丸となって、自粛、頑
頑張りましょう。お家で楽しんでいきましょう。ということで、皆さんの健康と安全を祈りながら、マガミガワツカサからの、近況報告でした。はい、なればどうもありがとうございました。